あげろ。今度はキスしてやるよ。まだ足りねえって言っただろ。いいから口開け。お前、どんだけ俺様のことが好きなんだよ。あ？好きじゃないとでも言いたいのかよ。言えねえくせに。つうか、そんなふざけたこと死んでも言わせねえ。なんだよ、もう限界か。ああ、なんだよ、キスより牙刺される方が良かったのか。そんな残念そうな顔しなくても、ちゃんと後で吸ってやるよ。俺はどっちのお前の顔も、好きだからな。ちゃんと見ろって。お前を支配してんのはアヤト様だ。分かってんな。だからさ、俺に早くハマっちまえよ。な。聞いてんのか？あ？舌出せよ。今日しなしはアホな女だ。いいぜ、してやるよ。口から吸えばいいんだな。俺もそれは嫌いじゃねえよ。珍しく意見があったな。唇が切れて血が溢れてきたぜ。ご褒美だぜ。けなしてばかりじゃ血がまずくなるからな。ったく、女ってのはめんどくせえ生き物だぜ。もっとキスだ？ったく、父なしてめえは。まあいいぜ、ほら。閉じろ。俺のことだけ見てな。痛くなんかしねえからよ。気持ちいいだけだって。ああ？やっぱり怖いだ。
痛みを感じる間もなくあっという間だっての。歩けなくなったら？そうだな。じゃあ、俺が父なし、お前を抱えて歩いてやるよ。そんなこと今さらどうだっていいか。あいつらの罠にまんまとはまって、どうあがいたってそれは覆せねえ。だったらいっそ好きなだけ好きなように行き着くところまで行っちまえってな。しなし、舌出せ。俺を求めろ。俺がお前を求めるようにしろよ。こうなっちまった以上、父なし、お前はもう俺からは逃れらんねえんだぜ。俺がいなきゃここからも出れねえ。そうだな、いっそこのまま腕もぶった切ってやろうか。